作家の門田隆章氏が17日までに自身の X、旧ツイッター、を更新。パリ五輪の卓球女子シングルスで銅メダル、団体で銀メダルを獲得した早田ひな、24、の発言をめぐり、社会学者の古市憲利氏を批判した。早田ひな、メガネ姿の上、目遣かいショット披露に反響、アイドルかと思った。早田は帰国後の会見で、帰国して何がしたいかの質問に、 アンパンマンミュージアムに行きたいのと、鹿児島、知覧の特攻平和会館に行って、自分が生きているのと卓球ができているのが当たり前じゃないことを感じたいと話した。帰国会見をフジテレビの情報番組、目覚まし8、8、月曜から金曜前8、0が15日の放送で紹介し、MC の谷原章介が、帰ってきた報告の会見の中で、 早田選手がこうやって自分が卓球をできている喜び、平和な今の時代だからこそできているということを含めて特攻記念館に行きたいってことはどう思いましたかと古市氏に尋ねた。古市氏が意外でしたよね、その言葉がポーンと出てくるのはといい、僕も父親の実家が鹿児島で、知ランのそばなんで、知ランとか万世の特攻の資料館はよく行ったりするんですけど、 特攻があったから今の日本が幸せで平和だっていうのはちょっと違うなと思っていて、むしろ特攻みたいなことをさせない社会にしていく必要があると思うと指摘。続けて、もちろん特攻の記憶を受け継ぐことはすごい大事なんですけど、それにただ感動して泣いて終わりにするんじゃなくて、特攻みたいなものがもう二度とこの国に現れないようにするにはどうしたらいいんだろうって、そういったきっかけになるような、 そういう風に平和を考えることがすごい大事かなって思いますと自身の考えを述べた。角田氏はこの古市氏の発言を、古市のり氏氏が早田ひな戦士の発言に、僕も父親の実家が鹿児島でチランのそばなんで、チランとか万世の特攻の資料館はよく行ったりするんですけど、特攻があったから今の日本が幸せで平和だっていうのはちょっと違うなと思っていて、 むしろ特攻みたいなことをさせない社会にしていく必要があると思うとと自身の X で紹介。その上で、は、早田さんは、特攻があったから今の日本が幸せで平和だ、なんて言ってませんよ。朝から、ストローマン手法、全開ですか、大丈夫、と相手の意見を歪めて反論する、ストローマン、であると批判した。古市氏は放送後に、 一部で批判的な意見があったことから自身の X で番組ご覧になりましたか。早田ひなさんを批判するわけがないじゃないですかと主張。特攻隊の話題が出てくるたび、都合よくその歴史を美化するバカな人を批判してるんですと呼びかけている。